はい、皆さんこんにちは。こんにちは。レック専任講師の佐々木ひろみです。レック専任講師の秋元由里です。本日はですね、これから司法書士の勉強をして、2024年の合格を目指す講座と2025年の合格を目指す講座、こちらの、どちらを選択すべきなのかというところも含めてお話を進めていこうかなと思うんですが、まずこちらのビデオを聞いていただいている方ですね、そもそも司法書士、今から取ってですね、受かったらどういう実務仕事が待ち受けているのかに関してですね、多分、そのあたりもぜひですね、勉強を進めるにあたって知っておいていただきたいというところで、まず今司法書士本当足りないですよね。そうですね、はい。で実際合格者に聞いてみても一般的に司法書士ってですね、独立会議を目指す資格ではあるんですが、ただ通常は都市部であれば一旦事務所に就職をして経験積んで開業を目指す方は開業、ただ開業を目指してない方は事務所の中でキャリアアップということ多いんですが、もう本当に受かった後就職活動してみると内定出るのが非常に早いで、いくつか内定もらってそもそもどこにしようかなというぐらい、いわゆる売り手なんですよ。で、じゃあ実務、ね、開業されている秋元先生も、はい、そういった肌感ってありますか？そうですね、特に最近では、ね、話題になってますように相続登記が来年から義務化されるというのがあってですね、やはり皆さんね、だんだんそれ分かってきて、自分も登記しなきゃいけないんじゃないかっていうふうにね、今までねずっと登記やらないできた人たちも、急いでやんなきゃっていうことでだいぶね相続の案件は増えてますね。はい。で、司法書士だけじゃなくて結局今相続ブームっていうのがあるので、今ね就活っていうね、そう終わりの活動って言ってね、就活が今着目されているんですけれども、注目されているんですけども、結局そういう、ブーム的なもの、なので、司法書士のみならず行政書士だったり、税理士だったり弁護士だったり、もういろんな業界が今ね相続の業務やってるんですけど、ただ司法書士で、やっぱりこういいのが登記っていうのがあると。そうですね、不動産を持ちの方であれば、どうしても相続登記というのは避けられない。で登記に関しては誰でもできるものではないので、資格が必要で、それの司法書士がその担い手となっているということですね。なのでどの司業に頼むのかなというところ、みんな悩むわけだけども、やっぱり登記っていう武器があるので、まず司法書士に来やすいというのがあるんですよ。で、司法書士ということで、事務所に来ていただいて、で登記だけじゃなくてやることっていっぱいあるので、例えば、ね、口座解約をしてあげるとか、それから、実家も、この建物使わないから売りたいんだけどみたいな話が来たりとかして、その、コンサルをしてあげるとか、そういった話とか、亡くなる前のこう遺言書作りとかね、いろいろ相続に絡んでやれることって司法書士ってたくさんあるので、なので、登記もちろんねこれから増えますけれども、登記だけじゃなくって他の業務にも目を向けていただくとやれることいっぱいありますので。そうですね、割とその就活ブームでいうと、自分が亡くなった後に相続人同士で揉めてほしくないってなると、それを前提とした、いわゆる遺言書の書き方っていうのは違ってきたりしますよね。そうですね、ただ単純に遺言書書けばいいって話ではないので、税理士さんとタッグを組んで相続税も考慮しながら遺言書作ってあげたりとか、揉めない遺言書を作ってあげると、そういうところで、それはコンピューターにはできないことなので、我々ね、司法書士が、人間として、関わってあげてっていうことができるので、なので本当ね、皆さん司法書士に今興味持っていただいているところだと思うので、登記だけじゃなくて他のところもね、いっぱいいっぱい活躍できる部分ありますので、ぜひね司法書士頑張っていただきたいと思ってます。はい、はい、ではそういったそうですね、まずはその仕事をしていくためには資格が必要、じゃあその司法書士の資格を取るために、具体的な勉強なんですが、で独学でできるかっていうと、実際できるかできないかでいうと、やればそのようにね、やる気があって、やればいつかはできるんでしょうが、長くかかるね。相続登記だとかっていうその部分に乗るために、で法律って大体生き物なので、毎年毎年法改正があるので、いつか受かればいいかねっていう状況だと、毎年毎年改正で、テキスト新しく買い直したりだとかっていうところも含めてですね、やるからには短期決戦で頑張っていただきたいかなと、いうところなので、じゃあ今からスタートすると2024年のスタートか、2024年もここで本気で目指して頑張るのか、
で、2025年、頑張るのかでいうと、まあ、ちょっとそういったところも含めて、カリキュラムが随分違ってきますので、2024年だと相当か短期決戦になりますので、はい、そういった形で、テキストだとかカリキュラムを作っております。で一応秋元先生の講座でいうと画面に映しておりますが、こういったカリキュラムになりますが、あの先生の方からじゃあご紹介いただけますか。はい、私が担当しておりますのが9ヶ月合格速修コースといいまして、今年の8月の半ば、まあ、もうすぐなんですけども生講義が始まります。そして来年の本試験の合格を目指すという超短期のクラスになっています。はい、で、講座の特徴っていうのは司法書士全部で11科目あるんですが、はい、講座の特徴をざっくり言いますと、もともと9ヶ月復習コースはインプット講座とアウトプット講座というふうに2本立てになってまして、インプット講座というのがいろいろ、法律を学んでいく、講義を聞いて、部分ですよね、ね、そうですね、この上の部分ね、あの私が講義をして、テキストも使い皆さんに覚えていってもらうという部分ですね。で、一番の特徴は、もともとコマ数が少ないです。90コマというような短いコマ数で、進んでいきます。1コマ3時間ですよね。そうです、うん、それが週3回3コマですね。そのペースで進んでいきますので、ペースはとても早いは早いですが、ただ、とですね、講座の作り方が非常に効率化されておりまして、民法と不動産登記法を同時並行でやっちゃいます。それから会社法と商業登記法も同時並行でやっていくということで、コマ数を圧縮しています。でテキストも重要なところだけ絞ったテキストになっておりまして、もう最初からあんまり出ないところはバサッと切っているというような形で、効率化を図っています。であとはマイナー科目というものをやっていくっていうような流れになりまして、生講義は3月末で終わると、そういうようなコースです。講義と並行してここにアウトプットとあって、チェックテスト、記述解法、ベースアップってちょっと光って見にくいんですが、問題演習の機会は、これは来年向けの講座、2024年向けの講座でも15ヶ月合格コースの25向けの講座でも、はい、使ってるアウトプットは同じですね。共通してます。なので、はい、来年向けだからといって問題演習が少ないだとかっていうことはないですね。ただ9ヶ月復習の場合にはこの記述解法ベースアップ講座、こちらは書式、記述というんですけども、記述の解説が私になります。15ヶ月合格、25から全部同じ、そうですね、担当講師やることになってます。機関講師が、ね、担当ってことですね。そうそうそう、なので講義と並行して記述の解き方、本試験に、ね、点を取るためのような記述の解き方っていうのは講義は講師担当全部担当するので、なのでそこは講義内容とちゃんとリンクさせて、うん、上げていくことはできるのはどちらの講座も同じかなと。あとは直前期に答案練習会という毎週模擬テストみたいなものがあるんですが、それも15ヶ月と同じ感じで、はい、なので講義自体が3月に終わって4、5、6月でずっと問題練習していく。そうですね。であと9ヶ月の場合には主要4科目横断整理講座という、民法、不動産登記法、会社法、商業登記法の大事な部分の横断整理復習をするというような講座はついてます。こちらは生講義はなくて皆さんに、ウェブで見ていただいたり DVD、そうですね、見ていただく感じになりますね。はい、集中的に見ていく感じで、そうです、はい、はい、かなりこういった形でコンパクトにギュッと、ね、1コマ3時間が週3コマで続いていく感じなんですが、はい、これね、来年向けだからといって講義受けっぱなしであと問題解けば受かりますかっていうと、やっぱ復習って必要ですね。もちろん、はい、そうですね、復習が肝心です。はい、でそれは15ヶ月合格コースでも同じ で基本15ヶ月合格コースの場合だと、講義がさっきね、速修だと90コマに対して15ヶ月合格コースだと、全部で130コマの講義になります。ただ科目ごとに、全体構造で法律学習、全体像ですね、学習していただいて、あとその後民法、不動産登記という形で、科目ごとに進んでいって、でそして講義やってる最中に2024年向けの本試験がですね、ちょうどタイミング的に訪れるんですが、そこで2025年向けたの方もぜひですね、お試しという形で、そこの時点でどのぐらい点数取れるのか、これを目指して2024年も受けつつ、でそして本命が全科目講義終了した後2025年を目指すと
いうことでですね、進めていただく。でカリキュラム的には講義がですね、民法で全部で33回とか、そして不動産登記という形で進んでいくので、基本的には即修のカリキュラムと、まあ、大体同じですね。科目ごとに進んでいくというのは民法不登法がミックスではされないんですが、民法不動産登記、そして、まあ、それと並行してチェックテスト確認テストを入れていく。であと、こちらの講座、今年からちょっとリニューアルされまして、で先ほどですね、即修の方でも、ね、民法不登法のまとめ講義的なものがあるって言ったんですが、こちらの15ヶ月の方だと、全科目終わった後で、各講師でオリジナルのブラッシュアップ講座というのが全部で6回ついているんですが、これは全科目が終わったそのタイミングだからこそ、例えば裁判だとかの話やってみて、実際不動産登記に戻ってみると話がつながって相乗効果で理解を上げていったりだとか、会社保証等法をリンクさせてまとめ的な講義をしていきましょうだとかっていうのがついてくるのでですね、それも同じような感じですね、全科目終わった今だからこそブラッシュアップしていくことができるというところは言えるのかなと思います。あとは直前期に毎週当連があると、ね、公開模試があるというのはそちらも同じですね、はい。まあ、なので比較的勉強時間が取れたりだとか、いや何が何でも来年一発合格したいという方は、ね、私の、はい、9ヶ月 で、はい、でそして15ヶ月合格コースの方だと、比較的例えば家事育児とかしながら、あとそうですね、仕事だとか、ダブルスクールだとかでなかなか時間ちょっと取れそうでないかなっていう方は、3時間の講義や基本的には週2コマ前提で進んでいくので、はい、3コマか2コマか2コマで、3コマ2コマって言っても、意外に講義受けて復習して過去問解いていくとなると、まあ、どちらの講座をするにしてもほぼほぼ1日勉強ですね、はい、それは変わらない、はい、なので あとね、違う教材が ね、 ね、違ってますよね、うん、はい、私が9ヶ月やるときに使うテキストっていうのが、私が監修したオリジナルテキストになります、はい、で15ヶ月の方だと、ブレイクスルーテキストというね、受験会では非常にポピュラーなテキスト、これに副教材として各講師のオリジナルテキストを使っていくという形になるので、まあ、ぜひですね、まずはね、どちらを、ね、でチャレンジするのか、それを決めていただいて、そしてそれぞれ の講師紹介動画とか、あと お試し受講だとかっていうのは、お試しウェブ受講というのはレックの方に資料請求とかしていただければですね、講義の比較、受講、お試し受講というのはできるようになっておりますので、ぜひですね、資料請求だとかで、お試し受講の教材、これを取り寄せてみて、自分に合うのはどちらなのか、これをぜひチャレンジしてみていただきたいかなと思います。で、私たちが生クラス担当しているのが池袋本校になりますので、はい、我こそはと思う方はぜひ池袋に受講相談、お電話でも可能ですから、ご連絡いただければなと思います、はい、それでは皆さんの司法書士のチャレンジお待ちしております。お待ちしてます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。